ちょっと買いすぎちゃいましたかね。でもこれだけアウトドアグッズがあれば万が一の場合でもサバイバルできますし。お、そろそろチャットの時間が。昼間ずっと一緒にいたのにまだ全然話し足りないです。みんないますよ。全然遅れてないから安心して。昼間ずっと一緒だったのに全然話し足りないよ。あ、私も全く同じことを思っていました。まだまだランジの話が聞き足りないのね。いくらでもお話ししてあげる。シュシュ、もの？何？なんだかガサガサ聞こえない？あ、すみません、私です。荷造りをしながらお話ししているんです。え、もしかしてもうキャンプの準備してるの？はい。ちょっと早すぎるとは思ったんですが、今日のお買い物でテンションが上がってしまいまして。準備だけじゃなくイメージトレーニングもしています。イメージトレーニング？はい、飯盒の使い方とか焚き火の起こし方とか。実はアニメの影響なんです。皆さんとアウトドアの話をし始めた頃、キャンプのアニメを見つけて一気見しまして、キャンプ特有の非日常感にどんどん引き込まれちゃいました。非日常？はい、ランプや焚き火といったわずかな明かりだけで夜を過ごすドキドキとか、澄み切った空気の中で見る満天の星空とか、いろいろあるんですが、何よりワクワクしたのはキャンプならではのお料理です。わかる、私もお料理楽しみ。ランジュ、焚き火でご飯を炊くのをやりたいわ。飯盒やクッカーやスキレット、キャンプならではの料理器具を使うのが楽しみなんです。燻製も3時間ほどでできるらしくて、チーズやゆで卵の燻製とかいいですよね。あと、これは単に憧れなんですが、木の棒で火を起こせるかチャレンジしてみたいです。アイさんも火起こしやりたい。やってみたいですよね。はあ、早くキャンプの火になってほしいです。気をつけなさいねってしっかり注意はされたけどね。ええ、私もこんなにすんなり許可がもらえるとは思っていませんでした。許可がもらえるまで説明をするつもりでいたんですが、キャンプのことを相談した次の日、机の上にお母さんからのお手紙があったんです。嬉しい内容だったので聞いてもらえますか？キャンプのことですが、みんなと協力して楽しんでいらっしゃい、ただし着いた時と帰る時は連絡を入れるように。最近ナナが生き生きとしている姿を見て、お母さんたちはあなたのことを分かっていなかったなと思っているの。私たちはずっとナナは素直な優等生だと誇らしかったけど、それだけじゃなかった。ナナは本当に大好きなことをするために他のどんな努力も続けることができるとても強い子。そして自分のやりたいことに対してどこまでもまっすぐに向き合える子。お母さんたちはナナのことを今まで以上に誇りに思っています。だからあなたのやりたいこと応援するわ。
気持ちが溢れてしまって、お母さんに抱きつきに行っちゃいました。お母さんにお手紙をもらって、私やっぱり私の一番の力は大好きって気持ちなんだと改めて思いました。スクールアイドルが大好きっていう気持ちが私の原動力なんです。スクールアイドルに対する情熱なら何時だって負けないわよ。アイさんだってセッツーに負けないくらいスクールアイドル大好きだもん。私だってスクールアイドルに夢中で、今はそれしか考えられないよ。ええ、全員で大好きを叫びましょう。